あんなにうざいと思っていたのに。都会で挫折して10年ぶりに田舎に帰る青年三尾美。家具屋なんか死んでもやりたくねえ。そう言ってこの家出て行ったでねえか。三尾美。出会ったのは見知らぬ青年大和。一緒にいると楽しくて、会えないと寂しくて。なんであの時キスしたんだ。あいつの秘密教えてやろうか。秘密？カンナの人削りに心込めるんだわ。傷ついた心を癒す優しい愛と希望の物語。リスタートはただいまの後で。